それは不意に落ちてきた。あまりにも暖かくて飲み込んだ七色の星、弾ける火花みたいにキュッと僕を困らせた。それでまた歩いて行けること細ったんだ。どうかどうか声を聞かせて、ほんのちょっとでいいから、もう二度と離れないように、あなたと二人あの星座のように。